行います。浜口誠君、委員長、えー、国民民主党診療協会の浜口誠です。よろしくお願いしたいと思います。まず、最初に、あの、ウクライナ情勢についてですね、お伺いしたいと思います。まあ、ロシアによるですね。まあ、力による一方的な現状変更、これは断じて認められないというふうに思っています。ぜひ、政府としてもですね。国際社会と一致結束して。ウクライナの皆さんに対してですね。しっかりとした対応をお願いをしたいというふうに思っております。 でそこでですねまず総理にお伺いしますけれども、まあこの10日間でウクライナからですね国内に避難された皆さん150万人を超えているというふうに聞いております。また今後ですね国連は400万人を超えるんじゃないかというようなですね見込みも示しております。まあそうした中でまあ国連は国際社会に対して17億ドルのですね支援を呼びかけております。まあウクライナの直接的な支援と合わせてですね。 その周辺国ですね、ポーランドをはじめ、ウクライナから国外にです、ね、避難される皆さんを受け入れている周辺国に対しても、日本としてしっかりと支援をです、ね、していくべきだというふうに考えますけれども、まあ、総理の見解をです、ね、お伺いしたいと思います岸田内閣総理大臣。わ、えー、が,が国は主権と領土、そして祖国と家族を守ろうと懸命に行動するウクライナの国民とともにあります。 困難に直面するウクライナの皆さんを支えるため、ポーランドなど周辺国に避難された方や子どもへの支援を含め、UNHCR やユニセフなどの国際機関と協力して、1億ドルの緊急人道支援を行ってまいります。そして委員の方から、まあ、国連が17億ドルのアピールを出しているというご指摘がありましたが、 我が国は1億ドルの緊急人道支援を行うことを他国に先駆けて表明したわけですが、その後、各国から追加的な支援表明があり、国連からの支援要請はある程度満たされる見通しになっていると承知をしております。あのこの今後、ウクライナをめぐる情勢、まだまだ不透明であります。えー、と今申し上げた国連のこのアピールについては、 ああ今言った形で答えていきたいと思いますが、今後ま情勢の変化もしっかり見ながら我が国としてあるべき人道支援のあり方、あるいはああ避難民の皆さんに対する支援のあり方、これはしっかり考えていきたいと思っております。浜口誠君、はい、ありがとうございます。ぜひしっかりですね国際社会の動きも見ながら日本としてですね対応していただきたいと思います。でロシアのですね経済制裁がこう強まるに。 応じてです、ね、日本企業への影響もこれ、大きくなってくると思います、まあ、ロシアにです、ね、現地法人を持っている企業でもです、ね、影響が出ている企業も増えてきてますし、またロシアとのです、ね、取引をしている日本企業も多くあるというふうに思っております。まあ、こうしたです、ね、日本企業へのロシアへの経済制裁による影響、政府としてどのように捉えているのかということと、どのような支援をです、ね、やっていくのか、これ、大変重要だというふうに思っておりますので。 まあ、総理のです、ね、今後の対応方針についてお伺いしたいと思います岸田内閣総理大臣、えー。今回のロシアによるウクライナ侵略は、まあ、国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、明白な国際違反であり、厳しく非難をいたします、えー。経済制裁については、政府として国際社会への影響を見極めつつ、ロシアに対して今回のウクライナ侵略のような暴挙には、 高い代償を伴うことを示すべく G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しつつ対応していく必要があると考えておりますそして委員御指摘の、えー、日本企業への影響ということでありますがあの今回の、ね、ロシアに対する経済制裁によりロシアに進出しているに、えー、日本企業またロシアと取引がある日本企業の受ける ま影響これは最小限にとどめるために、政府系金融機関などに、全国約1000か所の相談窓口を設けるとともに、定理融資などによる中小企業支援を行ってまいりたいと思っています。で引き続き産業界とも連携しつつ、えー、日本企業に与える影響をしっかりと注視しながら、その影響を最小限にとどめるよう、政府としても全力で取り組んでまいりたいと考えております。 浜口誠君ぜひあの、企業側とのです、ね、いろんな連携、連絡を密に取っていただいてです、ね、政府としてしっかりとした対応をです、ね、お願いしておきたいというふうに思います。で併せてです、ねまあ、ロシアへの経済制裁が強まることによって、ロシアに在住している日本人の方へのです、ね、安全面、生活面への影響がどうなっていくのかというのはです、ね、大変懸念されます。 まあ実際ですね、制裁前と後では、影響が出てるんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、ロシアに暮らしている日本人の方へのですね影響とその支援策について、総理のお考えをお伺いしたいと思います岸田内閣総理大臣。各国による制裁措置、およびそれに対するロシアによる対抗措置を受けて、 航空便の運航停止が相次ぎでいます。よって、この出国手段が著しく制限されているという現状にあります。また、各国の制裁措置により、ロシアの市民生活にも影響が出始めており、種々の緊張した状況が生じていると見込まれます。本7日、ロシア全土の危険情報を、 レベル3、渡航中止勧告に引き上げるとともに、在留邦人に対し、商用便による出国、出国について検討するよう呼びかけております、えー。状況は流動的であり、ロシアの状況について最新の注意を払い、機敏に対応して、在留邦人の安全確保に万全を期してまいりたいと考えます浜口誠君。はい ぜひあのロシアのです、ね、在留邦人の皆さんの安全確保、国としてあのしっかりやっていただく必要があると思いますので、今後の情勢も見極めながらです、ね、対応をお願いをしていきたいと思います。それではあのトリガー条項、ガソリンの価格のです、ね、向上、上昇に対する対応について、質問させていただきたいと思いまますす今日パネルはです、ね、哲哲参議院議院員にです、ね、サポートしししていいただきますのでよろしくお願いします。 まずあの総理ですね、3月の10日から激変緩和措置をはじめとする重層的なですねまあエネルギー価格対応というのを政府として拡充していくという方針が示されておりますが、この激変緩和措置で,で、今後のエネルギーの高騰対策として十分だというふうに総理としてはお考えでしょうか、まずその点、総理の見解をお伺いします。岸田内閣総理大臣 えまずあの先週の金曜日、官房長官の下の関係閣僚会議において、原油価格高騰に対する緊急対策、これを取りまとめました。あの緊急避難的にガソリン、軽油、灯油、重油を対象とする激減緩和措置の支給上限を最大25円に拡大することで、この小売価格の急騰を、え、ー 抑制ししていいくという方針を明らかにした次第です、まあ、委員のご質問、それで十分かというご質問かと思いますがあの、まずはこの対策の効果はしっかりと見極めなければならないと思っておりますが、ウクライナの情勢も流動的であります。今後さらに原油価格が上昇し続けた場合の対応については、 何が効果的で有効な措置かという観点から、あらゆる選択肢を排除することなく、政府全体でしっかり検討し、対応していくという方針、これはす、ま、で、あ、に明らかにしているところであります。今回の対策の効果を見極め、ウクライナ情勢等の変化もしっかりと確認した上で、必要な対策を政府としても引き続き用意をする、こういった姿勢は、 あ、あの取り続けていきたいと思っております。浜口誠君はい、あのパネル1をお願いします。総理もあの是非資料を丸1ですね。その横に置いてあります。まあ、これ見ていただくとですね。まあ、これ、ガソリンのレギュラー価格のですね。直近の状況と過去の最高額をですね。示してます。まあ、昨年の1月時点ではですね。レギュラーガソリン136.1円です。で、直近のですね。レギュラーガソリン。 2月28日時点で172.8円もうすでにですね昨年の1月と比べると36.7円上がってますでさらにこれまでの最高額は2008年の8月この時は最高のですねレギュラーガソリンの価格になったんですねそのときが185.1円です、まあ、それで見るともうですね昨年の1月と比べると、まあ、過去最高の時。 との比較ではですね、49円上がることになるんですね。で、さらにこれ上がる可能性もあります。今ですね、原油の先物価格はもう,もうウクライナ情勢の前と比べると25%もう上がっているというようなですね、もう1バレル110ドルを超えているという状況ですから、まあ、相当ですね、今後ですね、過去最高を上回るような状況にもなってくると思います。で、今政府がやろうとしている25円のですね。 激変緩和措置でしっかりですね、まずはこのトリガー条項の凍結解除で、価格をしっかり下げて、値段を下げて、その上で,です、ね、今後の原油価格の上昇、あるいはガソリン価格の上昇に対して、激変緩和のです、ね、対応を行っていく、まさにトリガー条項と激変緩和措置、この2つをですね、 実施していくこのことがです、ね、国民の皆さんが望んでいる、あるいは企業の皆さんが今、政府にです、ね、やってほしい対策だというふうに考えますけれども、総理のご所見はいかがでしょうか岸田内閣総理大臣、はいあの。今回、政府において明らかにした激減緩和措置は、小売価格の急騰を抑制するための対策であります。 この対策によって、この対策をスタートする時点の水準、確か172円程度だったと思いますが、この水準をしばらく維持していくという形で激減、激変、価格の,この急騰の影響を抑えていくという対策であります。しかし、先ほど申し上げたように、今後の情勢は流動的であります。 あらゆる事態に備えなければいけないということで、引き続き何が最も有効なのか、効果的なのかという観点から、あらゆる選択肢を排除せず、この議論をしていかなければならないと思っています。トリガー条項についても、再三、委員会で申し上げておりますとおり、あらゆる選択肢を排除することなく、議論していくと考えております。 浜口誠君国民の皆さんはです、ね、172円のを維持するだけじゃやっぱりだめなんですよね、今、先ほど言いましたとおり、もう去年の1月から比べても、もう172円だと36円も上がってるんですよね、だから今求めているのは、やっぱり家計の負担を下げてくれと、企業も上がったコストを今、下げてほしいということですから、172円、25円というのはです、ね、この172円からは下がらないんですよね。 そこをです、ね、国民の皆さんは、それだとだめなんだと、もう一歩踏み込んで、今のガソリンの価格を下げる政策をです、ね、求められているというのが、今の実態だというふうに思いますので、総理、そこは、ね、172円でとどめればそれでいいんだというのは、国民の皆さんの今の期待値とは違うと思いますけれども、いかがでしょうか岸田内閣総理大臣。今、えー、まずは価格の急騰にしっかり対応するべく。 価格の,この急騰を抑えるる対策が必要であると思いますしかし、その先については、委員おっしゃっているように、さまざまなことが考えられますし、さらなる対策が求められる、こういった場面もこの想定されるわけですから、今からあらゆる選択肢を排除する,することなく、 準備も進めていく、こういったこの用意をしながら先行について、先行きについては見つめていきたいと存じます。いずれにせ今の段階で,です、ね、確定的にどうなるかということは、申し上げることはできないわけですので、この政府としては、 国民生活、あるいは日本経済を守るために何が求められるのか、まあ、引き続き、えー、この関係、えー、閣僚とともに準備を進めていきたいと考えます浜口誠君。今後の検討の中には、当然、これ、トリガー条項の凍結解除も入っているということでよろしいですね岸田内閣総理大臣。これは再三、この予算委員会の場でも申し上げております。 日本経済を守るために、そして国民生活を守るために、何が効果的なのか、何が有効なのかという観点から、あらゆる選択肢を排除することなく、トリガー,リガーをはじめ、さまざまな選択肢を排除することなく、議論検討を進めてまいります。浜口誠君。 今後です、ね、しっかりとしたあの対策がもう一段踏み込んで,です、ね、必要だと思います、これはもう改めてです、ね、総理には申し上げておきたいと思います。で来週の16日がです、ね、賃上げの春闘の集中回答日になっておりますで。総理は常々賃上げが大事だと、やっぱり成長と分配の好循環を回していくためにはです、ね、賃上げ大事と、今日も午前中の答弁でも言われてました。 まさにです、ね、賃上げのマインドを高めていく、総理も賃上げの雰囲気をです、ね、しっかり盛り上げていきたいと言いましたけれども、この賃上げのです、ね、マインドを高めていくために、今やらなきゃいけないのは、やはりこのエネルギー対策、ガソリンについてはです、ね、激変緩和措置だけではなくて、さらにトリガー条項の凍結解除もやって、しっかりコストを下げていきますと。 企業経営に大きな負担となっているエネルギーのですね、負担を下げていく、こういうです、ね、力強いメッセージを出さないと、来週の16日の水曜日、春闘の集中回答日に対してですね、政府としての覚悟を示してもらわないとですね、これ、賃金交渉、盛り上がっていかないんじゃないかという、大変懸念しています。ぜひ、これからさらに踏み込んで、政府もですね、賃上げ大事たから、ここまでやるんだという覚悟をですね、 トリガー条項の凍結解除もしっかりやっていくという方針、準備を始めていくということをぜひ言っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか岸田内閣総理大臣、えー、先ほど申し上げているように、えー、燃料価格等の高騰に対して、政府としても、えー、しっかり対策を用意いたします。またさ様々なコスト高騰に対して 中小零細企業がしっかりとした価格転嫁が行えるようなパッケージ、これ、すでに明らかにしておりますが、中小企業庁、公正取引委員会をはじめ、関係省庁を挙げて、 ここの価格転嫁が進むこうしした体制を実現してままいりますその上で、価格失礼、賃金引き上げということについても、政府としてその呼び水になるべきさまざまな政策を用意したわけでありますが、こうした政策を通じて、民間も含めた社会全体が賃金引き上げを行っていく雰囲気をつくることによって、こうしたあの 価格高騰対策、価格転嫁、賃上げ、こうしたものが揃うことによって、経済の循環を維持することができる、成長を伴うこの価格上昇ということにできるよう、努力をしていきたいと考えています浜口誠君。そのためにも、やっぱりトリガー条項の凍結解除、これをしっかりやるというメッセージをです、ね、で支えるんだと、国としても、政府としても。 岸田総理のやっぱり決意と覚悟をです、ね、政策の中でから表していく、このことが大変重要だというふうに、私はですね強く思いますので、ぜひ、ですね4月以降の対策は、ですね3月中に決めると、これまでのです、ね、答弁の中でも言われてます。このの月月中に4月以降の 対策を決めるということが言われてますけれども、この中でぜひ、トリガー条項の凍結解除も含めてです、ね、しっかりとした準備をしていく、対策を取っていく、このことをです、ね、示していただきたいと思いますが、いかがですか岸田内閣総理大臣。トリガー状況については再三申し上げておりりまますあらゆる選択肢を排除せずししっかとと政府てて考えてまいります。 玉口誠君はいぜひですねあの早期の方針をですね明確に示していただくことをですね改めてお願いをしておきたいと思いますで、その一方でですねゴーツートラベルの予算の中で2020年度の予算にですね計上されたうち7200億円がですね これ、執行ができないということで、3月31日をもって、国庫に返納される見込みになっております、この7200億円あれば、トリガー条項をやると、1か月約1300億円の財源が必要だと言われておりますが、5か月強ょこの財源を有効活用すれば、トリガー条項を実施できるというふうに考えますけれども。 このトリガー条項のです、ね、財源として7200億円、活用していくべきではないかというふうに思いますが、政府の見解をお伺いします鈴木財務大臣。あの浜口先生ご指摘の7200億円につきましては、令和2年度一時補正予算等に計上した後、令和3年度に繰り越された GoTo トラベル給付金予算の残額を指すものであると。 そういうふういいふに思ってございますあの、まあ、今後の GoTo トラベル事業の実施につきましては、感染状況等を踏まえて、慎重に見極めている段階でありまして、本年度末までの予算執行や扶養額の見込みについて、現時点で予断をもって申し上げることができる段階ではないと思っております。そのの上でご指摘の予算については GoTo トラベル事業に充てることを目的として、令和3年度に繰り越されたものでありまして、この目的に反して、ご指摘のような他の事業へ流用を行うことはできないものであります。これはあくまで今年度中の話でございます。これが今年度中に執行できずに先に進んだ場合ですね、一般論でを申し上げますと、決算上の不養や、 税収の増減等によりまして、決算剰余金が生じた場合には、財政法上、その2分の1以上の金額は、高裁の償還に当てなければならないとされておりまして、その扶養額がそのまま決算剰余金になり、財源として活用できるわけではないということは申し上げておきたいと思います浜口誠君。 まああのいろいろですね、あの国庫に返納された後というのは、次の予算編成の過程の中で使える予算になるということだと、私は理解をしておりますので、まあ、いろんな予算がです、ね、これ、来年度になれば、4月以降はです、ね、活用できる可能性もありますので、ぜひ、g o トラベルのです、ね、この使わなかった予算について、国庫に返納される予算についてもです、ね、トリガー条項凍結解除も含めたさまざまな 国民の皆さんのためになるです、ね、予算として活用していくことをです、ね、改めて政府には求めておきたいというふうに思います。ぜひ検討していただきたいと思います。でそれではです、ね、高速道路料金について、議論をさせていただきたいと思います。まあ、政府もです、ね、これまで東京一極集中の是正ですとか、地方の活性化、地方への人の流れを作る、こういった方針はです、ね、一貫して歴代政権がです、ね、貫いてきております。 まあそうした中で、まあ、高速道路というのはです、ね、まさに都市と地域の間をです、ねまあ、物理的にも、経済的にもです、ね、近づけて、そして人物をより早く、より安く運ぶことで,です、ね、日本全体を活性化させる大変重要なです、ね、インフラであるというふうに考えております。またあの高速道道路路を含む道路はです、ね、全国の 国民の皆さんが所有しているものだと、所有者は全国の国民の皆さんであり、全国の国民の皆さんの財産であるというふうに考えております。しかし、ながらですね、まあ、これまで日本の高速道路は距離性料金というですね料金体系をずっと維持してきております。この距離性料金というのは、走る距離が長くなればなるほど料金が高くなってしまうと、まあ、こういう料金制度ですが。 この料金制度を取っているがためにです、ね、まあ、なかなか都市間のです、ね、経済的な距離が縮まらず、また距離性料金というのをです、ね、ずっと続けてきているがために、まあ、人流、物流のです、ね、大きな障害になっているという指摘がございます。でさらにそれが50年間です、ね、50年以上も続いているということによってです、ね、地域間格差は広がってきていますし、 また我が国のです、ね、生産性、あるいは我が国の競争力の低下も招いていると、そして日本経済全体の低迷にもつながっていると、まあ、こういった指摘があります。で、この高速道路料金をもう抜本的にです、ね、切り替えて、今申し上げたようなです、ね、課題を解決していくための切り札として、定額制料金、ワンコイン500円高速道路もう乗り放題制といった、 政策をですね。やることによってえ日本のですね。高速道路をもっと使い勝手が良くて、全国の国民の皆さんに使っていただける高速道路に変えていきたいとえ、そういう認識のもとにですね。今日は質問させていただきたいなというふうに思っております。まず総理にお伺いします。高速道路の料金が下がるとですね。利用者の皆さんの負担も下がるし、物流費も下がるでさらにはですね。 地域の活性化にもこれつながっていくと思います、そして日本のです、ね、物流の生産性も高まることによって、日本全体の競争力の強化にもつながっていきます、また、地域間交流ですね、交流人口、地方に行く方もです、ね、高速料金が下がれば、増えていくというふうに思いますので、この交流人口というのも増えていくし、国内の観光にもです、ね、大変寄与できるというふうに思っております。 まあ、総理として、日本の高速道路料金が大幅に下がればです、ね、まあ、どのようなメリットがあるというふうにです、ね、認識をされているのか、まずその点をお伺いしたいと思います岸田内閣総理大臣、えー、高速道路は、まあ、国民生活、あるいは地域の産業、えー、経済を支える、この機関、えー、的なインフラとして、 まあ重要な役割を担っておりますそして高速道路料金の引き下げは、ご指摘のように、えー、この利用者の負担軽減のほかに、まあ、地域間交流等を通じた地域経済の活性化など、さまざまな効果が期待できるということも、私自身、強く思います。 ただ、他方で引き,上げに引き下げにあたっては、喫緊の課題であります、この老朽化対策、あるいは防災・減災対策等の安定的な実施ですとか、あるいは道路債務、32兆円と言われていますが、こうした債務の返済への影響、また、鉄道など他の交通機関とのバランス、 こうしたことも留意しながら、あの慎重に検討していく必要があるとも思っております日本の高速道路をです、ね、使われてないんですね、あの国際的に比較すると、欧米の高速道路と日本の高速道路の利用率をです、ね、見てみると、日本の高速道路は欧米の高速道路の約半分の利用率にとどまってます、まあ、こういう実態があるんですね。 これもっとです、ね、日本の高速道路を使っていただくようになれば、欧米と同等にです、ね、使っていただければです、ね、高速道路は安全ですから、年間のです、ね、交通事故の死亡者の方も600人減ると言われています、また燃費もよくなります、高速道路は別にあの止まったり動いたりしませんので、一定の距離で走れますので、そうするとです、ね、年間の燃料使用量もです、ね、400万キロリットル。 削減できると1年間でガソリンは5000万キロリットル使われているというふうに言われていますので、約1割近くです、ね、燃料も低減することができます、また渋滞時間もです、ね、これ、渋滞緩和になりますので、7億人時間というです、ね、時間が渋滞の損失時間として削減できると、日本全体では渋滞の損失時間は50億人時間と。 いうことで言われてますので1割以上ですね、渋滞による損失時間も高速が欧米並みに使われれば減らすことができると大変メリット大きいんですしかしながら使われてないと半分しか使われてないこの大きな要因は日本の高速道路がやっぱり距離性料金で高いから国民の皆さんが全国の国民の皆さんが使わないんだと思います総理どう思われますか 石田斉藤国庫大臣ちょっと具体的な話になりますので、私、担当の私の方から答えさせていただきます。あのよく分担率という数字を使いますあの。自動車の台数×キロ数、大キロで、あの各種道路がどれだけの,その大キロを負担しているかということですが。 あの高速道路の分担率については、浜口委員ご指摘のとおり、欧米は約3割、全体の3割、日本は約2割低くなっていると認識しております。そのまあ理由ですけれども、一つには、我が国は欧米と比べて高速道路整備の開始時期が遅かったこともあり、有料道路制度を活用したため、料金をお支払いいただいていること、それから2点目に、 あの高速道路のネットワークがまだ整備途上の区間、ミッシングリンクもまだたくさんございます、それから暫定2車線の区間、あこれ、欧米にはあまりありませんが、日本にはまだ暫定2車線の区間がたくさんございます、まあ、そういうことが要因だろうと考えております浜口誠君。あの料金については高いというのは要因とは思ってないですか、国庫省は斉藤国交大臣。 今の,あの料金設定についても、いろいろな、あこ,れまあ、このあこの議論にも出てまいりますが、あの要因で今の料金設定がされております、今あの、ございあの理由にございましたように、料金をお支払いいただいていることということの中に、そのことも入ってこようかとは思います。 浜口誠君苦しい答弁だと思いますけれども、あの資料の丸2をです、ね、総理もぜひ見てください、1枚めくっていただいて、これはです、ね、日本の高速道路にです、ねえー、活用されている割引制度です、もうめちゃくちゃ割引制度あるんですね、まあ、マイレージ割引とか、大口多頻度割引とか、もう数えきれないんで、この資料には載、ねえー、せきれませんでした、30を超えるです、ね、割引制度あります。 なぜこんなにです、ね、割引制度があるかと、やはり今の料金高いから、これ割引で,です、ね、還元しているということが背景に私は大きいと思います、したがってです、ね、やっぱり日本の高速道路の根本課題は、距離性料金、これがボトムネックになっているんです、だから使ってくれないんです、全国の国民の皆さんは。じゃあ、聞きますけれども、この割引制度で、どれぐらい正規の料金からです、ね、割り引いて、料金収入はどれぐらい減っているんでしょうか。 正規の料金と比べて割引制度によって、斉藤国交大臣、はい、あの我が国の高速道路においては、例えばあの一般道路の沿道環境を改善するための深夜割引、つまり一般道、あい、じゃあ,あのとかあの各種割引が導入されております、えー。コロナ禍前の令和元年度における ネクスコ三社合計の料金収入は約2兆4千億円ですコロナ禍前で比較しますこれに対し通行状況から割引がなかった場合の料金収入を仮に計算すると約3兆3千億円となりますこれらの差額を割引制度による減収分と考えればその額は約9千億円となります河口誠君驚きましたね9千億円も割引いてるんですよ割引制度で やっぱりそれだけ高いんですよ、今の料金が。でなきゃこんなにです、ね、割引して対応するなんていうのは、ほとんど考えられないと思いますよ、やっぱり高いんです、根本的に高いから、割引制度で,です、ね、いろんな業界の方からもっと安くならないのかということを言われてです、ね、もう30を超える割引をです、ね、やってる、これが実態だと思います。総理、どうですか、やっぱり日本の高速道路、高いというふうに思われませんか、総理のご見解をお伺いします。 石田内閣総理大臣、はい、あの日本の高速道路の料金のについては、先ほど、えー、国交大臣から説明がありましたように、えー建設にえー、高速道路を建設するにあたって、えー、有料制を取ったなど、この今日までの建設の経緯等があり、 えー、そして、先ほども少し触れましたが、まあ、32兆円というこの債務が今、存在している、まあ、これに対しての対応という観点など、さまざまな理由があると思っています。結果として、ご指摘のように、えー、高いか安いかということでいうのであるならば、これは決して、えー、安いということはでき言えないと思っています。まあ、ただ 先ほど委員のご指摘があった定額料金の導入ということになりますと、この料金制度の中で、長距離とこの短距離との負担の公平性など、新たに考えなければいけない点も出てくるのではないか、この辺はもし導入するとしたら、さまざまな、あの、 課題について整理しなければならないのではないかとも考えます浜口誠君、はいあの。それではですね、先ほど総理も触れていただきましたけれども、やはりです、ね、今の距離制料金というのは抜本的に変えてです、ね、定額制料金、ワンコイン500円、もう乗り放題という制度をです、ね、やはり日本にも入れていくべきだと思います。ちょっとと資料を見ていいいたただきたいと思います丸ですでぜひ総理も 出席のの大臣の皆様をご覧いいいたただきたいと思います今の現状ですね、その資料に書いてあります、あの見てください、利用台数、これ、ネクスコ3社です、ネクスコ中日本、西日本、東日本、年間で29億台ですね、で料金収入、先ほど大臣、2兆4000億円と、最、まあ、直近ではそういうことだと思いますけれども、まあ、ほぼ誤差の範囲ですから、で1台あたりのです、ね、料金の負担額は約800円なんですね。 これで成り立ってるんですよ、800円です、1台当たり。で、この対距離制料金を抜本的に変えて、改革案ということで、その下、書いてありますけれども、定額制料金、ワンコイン500円でどこまででも走り放題と、こういったです、ね、制度をやっぱり入れていくべきだと思います。で、2つ目の提案は、もう永久有料です、償還主義を見直して、2065年に、 全部借金払って、それ以降、高速道路無料にするって言ってますけど、無料にできません、メンテナンスしなきゃいけないとか、ミッシングリンクがあるっていう、もう政府の皆さんが言ってますから、できないんですよ。で、さらに出口を開放すると、定額制にすれば、もう出口はもう開放できますから、出口で料金取る必要ないんで、この3つをです、ね、やることによって、日本の高速道路料金を大改革していく、全国の国民の皆さんがもっともっと、 高速を使っていただく制度にです、ね、変えていく、コロナ禍だからこそ、こういったです、ね、日本の経済、そして地方にとっても活気が出る、国内観光にとってもメリットの大きい、こういう料金制度改革、ワンコイン500円、高速乗り放題、走り放題、ぜひやっていくべきだというふうに思っています。具体的な料金の違いはその下に書いてあります、ぜひご覧いただきたいと思います。メリットめちゃくちゃゃく大きいいと思いますよ でどういうメリットがあるか、もう1枚、資料をめくっていただいて、丸4、そう見ていただきたいと思います、丸4です。ここにですね、各ステークホルダーのメリット、書いてます。国民の皆さんにとっては、もう大幅に料金下がります。とりわけ中長期、中長距離ですね、遠くへ行くときの料金は大幅に下がります。 また、産業界にとっても物流コストや生産性向上、競争力の強化にもつながります、まさに給料の上がる経済に貢献できると思います。給料を、ね、上げるための後押しになると思います。また、地方にとってもです、ね、地域の格差の是正、あるいは交流人口のです、ね、増加、さらには地方経済、国内観光、こういったものにです、ね、しっかりと貢献できると思います。 また、国にとっても税の負担はほとんどありません。日本全体の活力をです、ね、高めることになると思います。また、高速道路 NEXCO3 社にとってもです、ね、料金収入は維持されますし、利用者も増えます。まさにすべてのです、ね、ステークホルダーにとって、5法よしですよ、3法よしという言葉ありますけれども、すべてにとってウィンウィンの政策に、 この定額制料金はなると思いますなぜこれをやらないんでしょうか、総理、この定額制料金、たくさんのメリット、すべてにおいてあると思いますけれども、これをやらないのは、道路の所有者である全国の国民の皆さんに対しての配信行為だと思いますよ。国が、政治が決断すればできるんですから、全国の国民の皆さんが、このワンコイン500円、定額制料金というのをやってくれたら、皆さん、 政治はしっかりと全国の地方の皆さんの立場も踏まえて、日本の高速道路、使いやすい料金に変えてくれるなと、そう思っていただけると思いますが、総理、いかがですか、えー、斉藤国交大臣、はい。まず私の方から技術的なことがございますので、あの答えさせていただきます。あのー、1点目の定の額制料金でございますが 長距離と短距離の利用の負担の公平性が損なわれること、それから短距離利用が割高となり、高速道路が利用されにくくなる恐れがあること、それから休日上限1000円の料金を導入した際に発生した諸課題などを踏まえれば、慎重に検討する必要があると考えております。から2点目の償還主義の見直しですが、有識者から、超長期の将来の見通しをもって議論する必要がある。 との意見をいただ、いいているところでございまして、あの道路を取り巻く環境の変化も見据えながら議論していく必要があると考えております。から3点目、出入り口の開放でございますが、まあ、渋滞解消といった課題解決のため、まずは高速道路本線の車線数の増加などを行っておりますし、またスマートインターチェンジの設置を進め、 出入口の数も増やしております、まあ、こうした各種の渋滞対策を進め、まあ、高速道路が利用しやすい環境となるよう、努力しているところでございます岸田内閣総理大臣。はい、今あの、国交大臣から3点申し上げましたが、その中で特に2番目の議論、この償還主義の見直し。 永久有料化によるまあ料金引き下げについては、これ、国交省の,その審議会においても、これ、将来、人口減少に伴い、交通量が減少し、高速道路ネットワークの有効活用が難しくなることも想定される中で、料金徴収を継続することが適切なのか。 こういった議論もあると聞いております。そうした議論もある中で、有,有料制をこの、なんだか、永久に行うということについてどうなのか、このあたりの議論は深めなければならないと思います。そしてそれ以外にもう一つは、先ほどもちょっと触れましたが、高速道路をこういった形にする。これは 料金的な負担は軽くなる、それは委員ご指摘のとおりだと思いますが、そのことによって、今、全国には鉄道をはじめとする他の交通機関が存在するわけですが、それ,とそれ,それらとの関係、バランス、こういった点も、こうした大きな変化を導入するということになると考えなければいけない、我が国全体の交通ネットワークのバランスとか、 体制にも影響する課題ではないかまあこのようなことも感じるところです浜口誠君、はいあの。他のモードとのです、ね、イコールフィッティングの件については、1キロ移動するのにどれぐらいのです、ね、コストがかかるかというのをです、ね、申し上げますと、鉄道は1キロ16.5円ぐらいで移動できます。で自動車の場合はです、ね まあ高速道路だけじゃなくて、自動車のユーザーは自分で車買います、自分で所有します、でさらにガソリンも自分で購入しますで、さらにそこに高速道路料金もかかってくると、でさらに運転も自分でやりますからね、でさ,らにそのさらに車ユーザー税も払ってます、それらをです、ね、全部ひっくるめて、1キロあたり高速を使って移動するのに、どれぐらいのコストがかかるか、これ、は税のきでいうと、僕、試算したんですけども、 63円かかりりますすキロあたり移動するのにこれは車の購入コスト、ガソリンの値段、さらに高速も入れるとですね、高速道路は1キロあたり24.6円ですから、もうこれだけでも高いですよ、さらに自動車ユーザーは自分で車買って、ガソリンも入れて自分で運転するんですから、これ考えたらまさに高速なんか、本当は無料がいいですけど、無料だと国の税の負担が2兆4千億円いりますから。 持続可能性な制度にならないから、我々は提案しているのは、この定額制で、高速を利用していただく皆さんに負担していただくというです、ね、仕組みの方が、持続可能な高速料金になるということで提案させていただいているということです。で、もう1点、斉藤大臣に言われた料金が上がるんじゃないかと、これ見ていただきたいと思います。総理もぜひ、白丸6、ご覧ください。 これ実際、あの500円、償還主義なくさなくて800円でいけるんですからね、これも言っておきたいと思います償還主義をなくさなくても、今の料金待機維持したまんまでも、1人800円を負担していただければ、高速800円、どこまででも走り放題という制度はできます。料金負担、料金収入は変わりませんから、800円にすれば。でさらに500円した場合、この表を見ていただくとですね、 55%の方は料金下がります。で、上がる方は45%お見えになりますけれども、実際200円以下の方は21%だけです。300円から500円の方が24%。で、これまでじゃあ、国交省、国がどういった料金の見直しをやってきたのその下を見てください、名古屋高速、定額制から距離制に変えて、最大値上げ幅950円上げているんです。 で首都高は今年の4月から上限料金見直しますけれども、最大2430円上げる制度変更をしようとしてるんですなのに、この制度ができないというのはおかしいじゃないですか、大臣、どうですか斉藤国交大臣。あのこの高速道路料金の定額化ということにつきましては、われわれ、初めから、 100否定していいるわけでではございませんあのそれぞれぞ制度ですからあのメリットとデメリットをよく、まあ、比較、考慮して、まあ、どういう制度が持続可能なのか、またあのユーザーにとって最もあのいいのかということは、これからも議論していかなくてはあのいけないと思います。あのまあ、今回、あの高速道路で、えー、こういう値上げしているではないかということなんですが、基本的にはあのユーザーの方から、 短距離も長距離も同じ値段なのがおかしいと、首都高もずいぶん拡大して長距離感が増えました、やっぱり長距離走った人には、それなりに負担していただこうというのが最も受け入れられやすかったということもあり、こういう制度にしたということもぜひご理解をいただきたいと思います浜口誠君。何度も申し上げますけれども、高速道路をはじめ、道路の所有者は全国の国民の皆さんです。 全国の国民の皆さんの財産を有効に活用できるようにしていくのが、国の責任だと思います。で、今申し上げたように、政治が決断をして、制度を変えれば、まさに日本の高速道路、もっと使い勝手が良くなって、全国の国民の皆さんに使っていただける、そういう道路に、インフラに変えていくことができるんです政治が決断すればできる この政策をなぜやらないんでしょうか、これはもう岸田総理やろうと、少なくともこのコロナ禍で、経済が疲弊している、このタイミングで一度、じゃあ1年間限定で、定格性ワンコイン500円、乗り放題の料金に変えて社会実験やって、どういった効果があるのか、僕はしっかり検証すればいいと思いますよ。国民のののの皆ささんの声もも聞いいいいてもらえばいいと思まますまさに今のこのコロナ禍で 日本経済全体がです、ね、大変厳しい状況にある中で、国内の観光だとか、さまざまな支援策をやっていくんであれば、この高速道路料金のワンコイン500円乗り放題、定額制、経済対策としてやればいいと思いますけれども、総理、いかがですか。岸田内閣総理大臣 先ほど国交大臣からも答弁がありましたように、委員のご提案のようなお提案、この新たな料金システム、これを決して否定するものではありません。ただ、私も今、委員のお話を聞いていただき、いろいろ考えたことがありました。あの例えば、先ほど1キロ66円ということでありましたが、 まあこの鉄道等と違って、高速道路を利用するユーザーは、車自体は高速道路を走らないところでも使うわけでありますから、その1キロ66円の計算根拠っていうのはどうなんだろうかなとか、たちまち聞い,たあの聞いたばかりですので、その辺についてもよくこれ、吟味する必要があるのではないか、結果としてワンコインでこの運営した場合、どうなるのか、これについては、 考えて、えー、見たいもののだななといいうのが率直な考え方であります、まあ、いずれにせよ、国民にとって使いやすい、そして持続可能な料金システムは何かという問題意識を持って、えー、議論していくことは重要であると、まあ、考えます浜口誠君、はい。今日私がです、ね、提案させていただいたことはです、ね、地域格差の正体という本にあの、ポイントがまとまってますので、官邸にお持ちしますので、総理、読んでいただけますか。 はい、岸田内閣総理大臣はいいいい拝見したとと思まますす口誠君、はい、ありがとうございますあのぜひ読んでいただいて、ですねあの根拠もいろいろ書いてありますのであの、しっかり国民の皆さんのために、全国の国民の皆さんのために、高速道路がどうあるべきか、料金がどうあるべきか、政府にはですね今一度考えていただいて、ワンコイン500円、定額制料金導入に向けて、取り組んでいただくことをお願い申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました 以上で、浜口誠君の質疑は終了いたしました。 次に、浅田均君の質疑を行います。浅